ウルフガングカップはドイツの政治家、官僚。バイマル共和制初期の1920年3月13日に右派クーデターであるカップ一機を起こして政権奪取を試みたが失敗した。1848年の革命に失敗してアメリカ合衆国に移住した弁護士フリードリヒカップとケルン地区司令官フリードリヒエンゲルス少将の娘ルイーゼとの息子として ニューヨークに生まれる。家族はアメリカでの生活になじめず、1870年にドイツ帝国に戻った。ベルリンのギムナジウムを卒業後、カップは中ンゲン大学やゲッティンゲン大学で法学を学び、1886年に博士号を取得して卒業した。学生時代はブルシェンシャフトに属し、決闘の際に顔面に修正残る重奏を負った。 1884年に結婚し三次を設ける。隕石関係を通じて保守系の政治活動家と知り合い、また東プロイセンのプロイシッシュアイラウに荘園を所有した。1891年からグーベン群三次となり、1900年には農業省三次官に昇進した。1907年には友人で有力な地主、ロビーストである、 エラルトフォン・オルデンブルク・ヤヌシャウの仲介で、ケイニヒスベルク県知事の地位を手に入れた。1916年から1917年の数ヶ月間の断絶を除き、1920年までこの職にあった。この職だけでも1年に7万2千ライヒスマルクの収入があり、さらに1912年にはドイツ銀行の監査役に選出された。第一次世界大戦中は連合国による、 ドイツ帝国への賠償や占領地ベルギーの併合を戦争の目的として主張するなど好戦的な言論で世に知られるようになった。さらに、イギリスに対する無制限戦水艦作戦を支持してアメリカの参戦を恐れるテオバルト・ホン・ベートマン、ホルベーク首相と対立した。カップはベートマン・ホルベークを個人攻撃する文章を発表し、一方首相の方も 帝国議会の演説でカップを政治的海賊と非難した。カップは首相に対して決闘を申し入れたが、首相は職務を理由に断り、1917年に退陣したためこの決闘は実現しなかった。1917年にドイツ国内の停戦への動きに反対してドイツ、祖国党を結成。対戦がドイツの敗北に終わると、カップは騎手伝説を主張して、 ベルサイユ条約締結を激しく攻撃し、ドイツの恥であると主張した。ベルリン市内を巡回するカップ派の外戦者1920年3月13日、バルタンフォン・リュトビッツ将軍率いる、義勇軍、エアハルト海兵旅団が、ベルリンの官庁外を占拠、カップは、グスタフ・バウアー内閣の公鉄、バイマル共和制議会及び、プロイセン州政府の解散を宣言し、 自ら帝国最小及びプロイセン州首相への就任を宣言した。しかし3月20日にこの一期は失敗に終わった。以前の歴史研究、特にマルクス主義の影響が強い旧東ドイツの歴史館では労働者によるゼネラルストライキが一期を失敗に追い込んだとみなすのが主流だったが、1960年代以降の西ドイツでの歴史研究では一期派の準備不足、 特にカップとリュトビッツの意見の不一致が失敗の主因であるとみなすのが主流になっている。一機の失敗後、カップはブランデンブルクに潜伏し、ついでスウェーデンに亡命した。そこで警察に逮捕されドイツに送還された。カップは後にこの一機についてハンガリーで起きたようなジャーナリスト、労働組合。 ユダヤ人による支配からドイツを守り、伝統的な官僚国家に戻すのが目的であったが、統制が取れず失敗したと回想している。1922年に国家反逆罪の容疑で、ライプツヒの最高裁判所で裁かれることになり、カップ自身も自分の主張を弁論するつもりでいた。しかし検査により、眼球に眼ができていることが判明したため手術を受けたが、 ライプチヒの病院で死亡した。ありがとうございます。